こんにちは。どうも。こんにちは。おはようございます。どうも、おはようございます。おはようございます。ちょっと今日風呂入ってないんですけど、顔出しました。いやー、ちょっとふわっちもね、投げ銭は減ってきてるのでね。千年に一人あれあれ、スーパー高事件。ちょ、言ってる意味がわかんないね。千年に一度レベルの乞食だったら、とんでもなく儲かってるってことなんじゃないの？違うの？ 知らんけど。知らないけどさ。そんな乞食業ももう、もうきつくなってきたから、俺も。稼いだ3200万どこ行った？何が？そんなのもう協定だのなんだので、俺が溶かした、なんか溶かすスピードを君が知らないからだよ。ふわっちで最高1ヶ月で稼いだ金額約300万なんですよ。300万1ヶ月で最高稼いだ月があるんだけど、その次の月に3日で300万溶かしたからね。 協定で。 でそれでいて、その300万が経費にならなかったので、まあ配信でやってたんですけど、それね、それが経費になんなくて、むしろその300万に対する所得税だけかかったっていう。 そういうの知らないでしょ。それはお金たまりませんわ。オリンピックは見たことはまあなくはないっすけど、まあでもぶっちゃけそこまでめっちゃ興味あるわけじゃないよね。今回のオリンピックとか全く見てないっていうか、まあそもそも俺の部屋テレビないから、そもそも俺の部屋にテレビがないですからね。明日がきどう思う？国立競技場行って、いやだってわざわざさ、そんな人が集まるとこ行ってどうすんのよ。なんかコロナコロナって騒がれてるのにさ、わざわざ人が集まるとこ行ってどうすんのっていうのはあるよね。
開会式の国立競技場近くはガチカオス状態だった。あ、そうなんだ。なんかヤフートップで見たな、なんかビートたけしとかがなんか金返せとか言ってたらしいよね何があったのか知らないけど、その記事しか見てないから、何があったのか知らないんですけど、開会式でも全く見てないし、明日ガキどうも、スンゴ偉そうな配信者教えて。何が偉そうな配信者って何？まあなんだろうね、まあ例えばだけど、まあ名前とかは出さないけど、なんか気違い配信してる閲覧あるだけなのに、なんか自分が大手配信者と勘違いしてるアホとか、あとはまあリスナーが投げる人ついてるだけなのに稼ぎがあって俺がナンバーワンだみたいなやつとかは、なんかちょっと勘違いして偉そうなんじゃないのかなとは思うけどまあね、すごい勘違いしてる人だなとは思うけどね。あ、下書きどうも。ああ吉江さん認定取れましたか。ああ、なんか介護申請みたいな通ったみたいよ。明日書きどうも。だからなんか定期的になんかそのお風呂とか入れてくれる人が来るらしいんですよね。この前行ってましたよ。なんかあのそのお風呂を入れてもらいに。デイホームっていうのかな、多分。でもさ、思うんだけどさ、まあ一応足もさ、なんかこうまともに歩けないわけだから、こういうのって俺まああんま詳しくないんだけど、そのなんだろう、なんか障害者認定とかもなんかもらえるんじゃないのかな、わかんないけど。あ、KP どうも。そしたらなんか国からお金とかもらえるんじゃない、わかんないけど、今のその介護申請みたいなのはそのお金もらってるわけじゃないのよ。ただそのお金とか一切もらえないんだけど、ただなんかこうお風呂入れてくれるとかそういうなんかそういうだけで、でもこういうのって障害者認定みたいなされないのかね。なんかまともに歩けるわけではないみたいなんで、そうすると多分障害者何級とかなると多分国からお金もらえるんじゃない、知らんけど。まあ俺詳しくないから分かんないけどね。強要はできる。ああ、ダブルでもらえるってこと。障害者にはならないのかな、一応まともに歩けなくても。まあ、どこまでが、全く歩けないと障害者なのかな。ちょっと俺もそこら辺詳しくないんですけど。そこは俺もね、詳しくないか分かんない。でも今のその介護申請っていうのはお金とか一切出てないのよ。ただ、お風呂入れてくれるってだけで、なんかそれをなんか援助してくれる人がいるっていうだけで、援助っていうかなんかお金ではないっすよ。さすがに障害者認定までされないと思います。年で足腰弱ってるのは障害者じゃなくて老化。ああ、なるほどね。まあ多分そうだよね。俺も多分そうだとは思うんだけど、なんとなく。はい。
ふぅ。結構寝たのに。うん。でも精神の方でいけば、私社会保険、浪人士だけど、そっち持っていけるやり方次第。ああ、なるほどね。まあ、確かにあの人昔から精神的なあの異常なやつはあると思うよね。相性だから、なんか別に身体には問題がなくても、あの、まあ、要するに五体満足だけど、その精神的におかしいから働けないっていうんで、生活保護なりなんか、あと、まあ、生活保護はもらえないけどね、もう持ち家あるから。生活保護もらってるやつもいるだろうし、あとは中にはね、そのだから要するにその精神障害っていうんで、障害者認定されて国から金もらってる、障害年金とかもらってるやつもいるよね。うん、でもまあぶっちゃけうちのあって精神障害者だと思うけどね、本当に俺昔から。逆に今まで国から一切そういうのもらってないけど、俺ずっともらえるレベルだと思うんだよね。だっておかしいもん、どう考えても。あの人お買って使わせないとかさ、お買って使っただけで切れるとか、なんかよくわかんないことでもずっと切れてるし、俺絶対あれ障害認定とかマジで行こうと思えば行ける気がするんだよね、あれ、うん、しかもそれが認められたら訴求金つね、過去5年に遡ってお金もらえるんでしょう。まあそれを証明できればだけど、5年間のあれをさ、うん、マジで障害者なんだろう認定とか全然いける気もすんだけどね。どう考えてもあの人頭おかしいもん。うん、あの人マジで昔からおかしいから、いろいろ。だって5体満足でさ、その精神障害だとかつって金もらってるやつも世の中いるんだからね。ひどい話だよね。ほんとひどい話ですよ。もらえるやつともらえないやつがいるんだから。実際生ポとかもらってるやつ会ったことあるけど、例えば大根さんとか、大根さんとか別に全然5体満足だからね、何の悪いとこもないからね。ただ精神的な障害とかっていうんでお金もらって、国から13万ぐらいもらってたからね。でもあったけど、別に足が悪いわけでも 手足が動かないわけでもないからさ、ただ精神的なとか言って、はあみたいな。こんなんで国から金もらえんだって俺思ったけどね、正直。なんかなんだろう、不公平な制度だなと思って。明日が起動も、まあ、ポンちゃんとかはわかんのよ。もうポンちゃんとかなのはもうあからさまさわかるから、あれはいいと思うんだけど、いやそうそう、結局言ったもん勝ちなんだよね。そう、わかるよそんなの。そうだって精神的なものを証明するのって多分難しいと思うのよ。それこそ精神科の人ってそれは無理だと思うのよ。まあ、例えばなんかこうレントゲンとか撮って、でなんかさ、まあ体のね、外部がもう目で見て外部がおかしいとかってのって、もう目で見てあからさま分かる人とか分かんない。例えば足がないとか手がないとかさ、それはまあ分かんのよ。でもさ、内面って分かんなかったりするじゃん。それこそレントゲンとか撮って、例えばそれでなんか体のどっか悪いところが見つかったとかだったらまだそれは分かるんだけど、レントゲンとかでも分かんないじゃん、その精神的なもんって。もうそんなの言ったもん勝ちじゃん、ぶっちゃけそんなの。そう、そこなんだよね。それぐらい分かってるけどさ、だから偽ってる人も5万といる。分かる。そんなん5万といるよね。
姫ちゃんももらってたけど配信バレて返金だし。あ、そうなんだ。姫ちゃんってあの姫ちゃんズってやつか。あ、そうなんだ。ほんとなんかそれは言ったもん勝ちだと思う。だからね、俺生活保護のやつって嫌いなんだよ。まあポンちゃんとかはいいと思うの。そう、それでみんなの税金でね食ってるわけだからね。いや、あのね、もう、あた、もう、見るからにっていう人は俺いいと思うの、本当に。うん。でもそんなもん、いやもうこんなのもう言ったもん勝ちでしょみたいなやつは嫌いなのよ。うん。言ったもん勝ちでしょみたいなやつでもらったやついいじゃん。ポンちゃんとかをなんか不正受給だなんだとかって言ってる人いるけど、俺はそれは思わないわ、さすがに。ポンちゃんはもう見るからにだから、逆に不正受給だとか言ってるやつをちょっと疑うぐらい。うん、ポンちゃんはいいと思うの。誰がどう見てもじゃあんなのは、うん、誰がどう見てもあれはもう不正受給じゃないから。まあもちろんでも生活保護もらいながらそのねニコ生のその収入がありつつ、それを申告しないでなんかダブルね、自分の収入と国からのその生活保護をダブル受給ってのは良くないと思うけど、それはさすがに不正受給になっちゃうから良くないとは思うけどね。でもポンちゃんが普通になんかその生活保護もらうだけで不正受給とか言ってる人は、まあさすがにそれはね、それは言い過ぎなんじゃないのって俺は思うんです。誰がどう見ても不正受給じゃない、どう見てももらう権利あるじゃないですか。うん、それは俺全然いいと思うのよ。うん、でももうなんかさ、もう見てわからない人なんてもうなんかもう不正受給かどうかなんてもうわかんないじゃん、そんなの。てかっていうか一応5体満足なんだから、それでもう金から国からそもそも金もらってんのどうなのって思うし、うん、そう、もうそんな言ったもん勝ちの世界でもあるからね、正直。うん、明日書きどうも、うん、いやポンちゃんはさすがに不正時期はないわ。うん、ポンちゃん不正時期はさすがにないと思う。ポンちゃん今音信不通。あ、そうなんだ。なんかコメントでちょくちょくたまにあったね。なんか音信不通だからね、行方不明とかなんとかって。でもあれでしょ、どうせ行方不明って言ったってポンちゃんが今まであの配信をあのそれなりにしてたのに急にしなくなっただけで音信不通だの行方不明とか言ってんでしょ。普通にただ配信外で生活保護もらいながら生きてるだけでしょ、どうせ。アバーガーどうも。うん、どうせあれじゃん、あのそれなりになね、それなりに毎日配信してたやつがいきなり配信しなくなってただけでしょ。ただそれだけの問題でしょ、話でしょ。別に普通に生活保護もらいながら普通に暮らしてるでしょ。うん、はい、うん、大根さんの通ってる医者紹介してもらえばいいのに、きっとお願いした通りに病名書いてくれる人は。確かにね、言われてみれば、うん、まあ、ぶっちゃけ医者とかもさ、そんなのあるよね、うん、ぶっちゃけ医者とかもなんていうの、もうある程度優遇聞かせて、いや本当はなんかこいつなんか本当はこんな病気かわかんねえけど、まあ一応とりあえず書いとくかみたいな、そんなのをなんかこう、もう書いてくれる医者なんかもう多分5万といるよね、世の中。うん。まあ、例えば生活保護を受けたいんで、ちょっとそれを取りたいんでとかつったら、ああ、そっかとかつって、じゃあ書いとくよっていう医者なんか多分全然いるからね、世の中。うん。そんなの全然いると思う、正直。うん。まあ俺今だから言うっていうか、まあ別に、まあ今じゃなくても別に言おうと思えば言えたんだけど、俺あの居候にね、あのここにやられた事件あるじゃないですか、あの YouTube とかにもまだ残ってると思うけど、ここのとこなんかガーンってやられてこう血だらけになったやつ、うん、まああの YouTube でもなんか100万回再生ぐらいされてますけど、あん時俺あの病院行ったのよ。あん時
まあ、多分俺これ配信で言ったことないと思うんだけど、あの時病院行って、で、その、まあ、どこの病院かは言わないけど、病院行ったのよ。で、それで、そこのなんか担当した医師が、で、俺なんかもう被害届出そうと思ったの、もう、暴行でね、もうここやられてるから。で、被害届出しますって言って、医師を伝えたの。これやられたんですっつって。そしたら、その医師が、ああ、そういうことね、とかつって、やられたんだって言われて、担当してくれた医師が、どうする、ちょっと大げさに書いとくとかって言われた。そういうことだったら、やられたんだったら、大げさに書いといた方が、なんかね、被害届も多分出した時強くなるから、どうする、ちょっと多めに書いとこうかって言ってくれたからね。で、俺が、ああ、お願いしますって言って、ちょっと強めに書いてくれたんだよ、実はその医師が。そう。でも結局、まあ、だその、もう医師の診断書もあるし、その警察になんかその写真も撮ってもらったのよ、その時。だから、被害届出せば100%居候は、もうだってもう 医師の診断書、結構多めに書いた診断書と写真もなんかもう控えてるから、100%結構な罪になったんだけど、でも、なんだろう、うちの親がどうしてもなんか被害届出すなって言われて、まあなんか出さないであげたの、その時は。実はそういうこともあったし。まあ結局出さなかったんだけどね。どうもこんにちは。いや、そういう医者っているよね。あ、そういうことだったらなんかちょっと多めに書いとこうかみたいな。こんにちは、めっちゃいい先生。まあそうだよね。でもそれは本当いい先生だと思う。だってさ、実際なんかもう自分がやられたわけだから、まあ要するに被害者なわけじゃん。被害者のある意味味方なわけだから、多めに書くっていうのはさ。まあそれはもしかしたら医者としてはなんかちょっとまずいのかもしんないけど、ね。でも被害者の味方なわけじゃん、ある意味。やられた方をなんかね、つまり加害者の方をちょっと裁いてくれるみたいなさ、まあね、もんだから、まあある意味いい医者ではあると思う。まあ本来医者としてはダメなのかもしんないけどね、そう大げさに書くとかはね。ある意味。でもそんな世の中だよね。そう。そうですね。ということですね。やばい。今日は、こじきが全然飛ばない。13円だよ。まあまだ30分だけではありますけどね、朝の。朝ってかもう昼ですけど。これは不安だわ、幸先。これは幸先不安だわ。あー、26海賊さんから、ありがとうございます。ありがとうございます。今、この枠68円。で、今の絵師が飛ばなかったら13円とかだった。昨日は、なんか、2万ちょいぐらい来たのか。2万5、7000ぐらい来たのかな。3万いかないぐらい、実は昨日1日で来たんですけど。でもね、そんなのが毎日来るわけじゃないからね。そんなの毎日来たら1ヶ月やったら90万になるから、月収。そんな絶対行かないから。もう結局波が激しいからね。来るときは来るかもしんないけど、来ないときマジで来ないから。しかも一応イベント参加してて、今月そんなに投げ銭もらってなくて、その金額だからね。もうこれ絶対昨日の金額が続くわけがないの分かってるし。稼げるもんだね。いやいや、全然だよ。だから結局だから、
ほら、結局いつも俺に投げてくれる人が投げてるだけだから。で、まあある意味さ、ある意味っていうか、結局今月俺全然投げ銭もらってないじゃん。まあマンスリーとか見てもらえばわかるけど、俺300にも入ってないのよ。うん。だから、まあ要するにいつも投げてくる人が投げてくれてるだけだから、でもその人たちにもらってないってことは、つまりはその人たちが俺にお金投げてない、まあつまりは、たくさん投げた後ってその人たちだって余裕ないじゃん、絶対どう考えたって。うん。で、そんだけ今月一応投げてはもらってない状態なのに、それで一応イベント参加したのに、それでなんか1日で、まあ、3万いかないぐらいだから、でしかもその金額は絶対続かないから、そう考えたら結構厳しいよねっていう話。うん。そう。うん。多分ね、まあ昨日の金額は継続できるわけもなく、もしだってできるんだったら俺毎日配信してるよね。そしたらだって月収90ぐらいは行くわけじゃん。行くわけないから、うん、投げられた後って結局投げられなくなるから、結局投げてる人って大体同じ人だから、そう、稼げば稼ぐほど投げられなくなるじゃん、まあその性質上。うん。で、昨日の金額が続くわけもないし、もうそれは分かってるから、昨日はねそれなりに来てもやっぱ、あ、今日はもう来ないかもなっていう、てか多分来ないなっていう感じだし、うん、いかに太い、囲いをつかむかだな。いや本当そうだよね。いかにも投げられる、投げな、なんだ、お金があってプラス投げる気持ちがあるというかさ、人がいるかいないかだよね。うん、そういう人が囲ってくれるかだよね。うん。お金持ちに気に入られただけじゃダメなんだよ。だってお金持ちだとしても、その配信者にお金を投げたいっていう風に思わないと別に結局投げないわけじゃん。お金持ちであり、なおかつ、あ、この人に投げたいなっていう気持ちがある人、そういう人がを掴んだ人があれだよね、まあめちゃめちゃ稼げる世界。でもね、多分真の金持ちが投げてる人も中にはもちろんいると思うんだけど、なんかそういう真の金持ちよりも俺多分風俗嬢とかキャバ嬢とかに気に入られて投げられてる人の方が多いと思うけどね。うん。なんかどっちかっつうとさ、まあ最近もうおとなしいけどネットホスト、なんか、あ、女よりか男の方が稼げてるじゃん。うん。女よりも男のが稼げてない。マンスリー常連組。最近もうちょっと落ち着いてきてるけどさ、ネットホスト系のやつ。それってどういうことかっていうと、やっぱりその、これずっと言ってんだけど、ホストみたいな感じで、ホストの客って女じゃないですか。で、女って、その、いい学校出たりとか、いいとこ就職しなくてもそのね稼げちゃうのよ、女を売りにすればキャバクラとか風俗で。でも男って月収100万稼ごうとしたらもう一部の人しか稼げないのよ。だつまりはだからその男のが稼げちゃうわけ、そのお客の対象であるホストの方が。うん。あ、次役いくね。そうだから多分男があんだけ稼げてるってことは、多分キャバ嬢とか風俗嬢掴んだ人が基本稼げてるだけだと思う。厚木役いきます。